鬼室福神は、くだらの王族、将軍。義次王の父である、第三十代、武王の甥。い。には、恩律、後左兵。鬼室氏の祖となる。没した二ヶ月後白月の絵の戦いで和国とくだらの連合軍が大敗した。不予福神。義次王時代の660年、唐と白木の連合軍によって、くだらが滅亡した後も、旧神羅を急合して、 抵抗運動を続け、くだらのことである市場の奪還を試みた。この頃、議事王の王子であった、与法省は、和国との同盟の人質として和国に滞留していたが、鬼室福信羅維新は、くだら復興の旗印として要するため、法省の帰国と、和国の軍事支援を求める。斎明天皇、中野大江の王子は心よく、これを了承し、積極的に、 くだら復興を支援することとし、翌年正月には、西明天皇自ら、畜子へ遠征する運びとなった。三国式二十八巻くだら本に、旧当百九十九巻上、くだら殿では、宝省は、翌六百六十二年五月に入国した。この時、福神は王を迎えに出て、国政を皆委ねた。和国はこの後も、福てに、軍需物資を送り、福も、 捕両の当人族主言だを和国に送った。七月、不与と与は、福神が自分を殺そうとしていることを察知し、逆に、これを殺した。日本書紀では、六百六十三年六月に、くだらの子に来し法相は、福神の無本を疑って捕らえ、その手のひらをうがって、皮紐で縛った。それから初人に対して、福神を切るべきかと問うた。達し率の特質特は、これは、 悪逆人であるから話をくわけにはいかないと答えた。福神は、修毒に椿してののしったが、王は、福神を切らせ、その首を塩漬けにした。福神の近親者と思われる鬼室州ここは天時4年2月に、福神の功績によって、天時天皇から小西貴下の遺械を与えられ、くだらの民団女404名と大御国神前軍に、住居を与えられたが、 天治八年男女704名と共に、大見国家蒙軍に移住させられた。鬼室神社福神は、大韓民国中世南道府与軍恩山面にある、恩山別神道で祀られている。なお、周古の墓所は、鬼室神社。金腐職、三国式、巻28、ウィキソース。竜、旧当所、巻199条、E7.99BE。 E6、B 回9回ウィキソース。巻、第27天示天皇再開防備及び藤原、鎌足の死日本初期前現代語訳、宇治谷武志九1988年、227ページ、234ページ、日野城姉妹都市大宮まずら。滋賀県加茂郡日野町役場の公式ウェブページ。2014年11月29日閲覧。ありがとうございます。